このように NHK の内部の人間をスパイにすることができております。これからもね、あ、そうそう、今悩んでる NHK の職員の方、また関係者の方、いつでもスパイね、お待ちしております。ただもうあまりにも多くなってきたらスパイはもういらないってなりますから、まだ間に合います。私のスパイ、スパイ、忍者、忍びの者、NHK 内部でですね、私に情報をくれている方々、情報をくれている方にお話をしておきたいんですが、別にそんな差し迫った状態じゃないんですけども、もしね、NHK 内部で働いている職員や、NHK の関連会社の社員の皆さん、上司から、あなたの上司からね、立花に情報を渡してるだろうと言われた、いわゆる内部の情報を外に出してるだろうというようなことを言われたら、もうその時点でもう話止めてください。回答しないでください。で、直ちに私に電話ください。公益通報者保護法っていう法律が実はあるんですが、これ平成16年にできて、私は実はこの公益通報者保護法というのが平成16年にできた時に内部告発をしようというように考えたんです。内部告発をしたんです、現にね。平成16年ですから2004年の6月に交付されておりまして、実際施行されたのは僕が内部告発をした翌年なので、まあ僕の内部告発自身はですね、この公益通報者保護法のできる前、まあできてるんだけども効力が発生するのが、僕が内部告発した実は1年後だったんですけども、公益通報者保護法、これは労働法の一種になるんですが、労働者を守るための法律なんですね。で、内部の情報を外に持ち出すっていうことについては、これは犯罪ではありません。まあ場合に部分的に犯罪になるものもあるんですが、少なくとも NHK の内部のその資料を持ち出したりすることは犯罪には当たりません。私もいっぱい持ち出しましたから。で、とにかくもうね、上司に言われたらすぐに僕に電話ください。で、もう黙秘権使ってください。場合によってはそのまま職場をですね、荷物をまとめて一旦出てもらっても構いません。ちょっとね、急にね、肩叩かれてね、ちょっとって言われて呼び出されるかもわかりませんが、まあいずれにしても、僕に情報提供してくれてる人については、すぐに僕に電話をください、その場から。で、もうね、想定してます。おそらくね、僕ね、何人かは NHK 側に僕に情報を流してることがもうバレてると思ってます。バレてると思います。で、バレてるのにどうしてそのスパイの NHK の内部のスパイの人に声をかけないのかっていうとですね、これがあるんです。公益通報者方法っていうのがあるんですね。で、その立花に情報を回してるからといって直ちにその犯罪とか首を切ったりとか、そういうことができないんですよね。で、もし、そういうことを何らかのことをしようとするとですね、僕の方が逆にそれを逆手に取るんですね。もちろんこれ弁護士をつけます、弁護士さんをつけます。立花に情報提供していることがもちろん懲戒処分の対象になると、こう来るわけですね。 NHK の就業規則にですね、 NHK の情報を外部に漏らした場合、上司の許可なく漏らした場合は懲戒処分に処するということで、僕もこの懲戒処分を受けました。僕が受けた懲戒処分は2回2つありまして、ソルトレークオリンピックの裏金ですね、入場券などを上司の許可なく勝手に販売したと、転売したことに対して7日間の出勤規定し、まあこれ濡れ衣なんですけどもね、僕だけ正直に言った、周りの後輩や先輩や上司はそんなこと知りませんっていう、ちらけ、とぼけたから僕が一人でやったことになったんですが、これはまあ不正に対する懲戒処分なんですが、僕が大相撲の放送権料をですね、大相撲協会に、まあ、5億円、一場所5億円払ってますって言ったら、なんと1ヶ月の懲戒処分を受けました。職員倫理審査会だったかな、そういうのが開かれてですね、僕も何かこうね、紙を書かされました。1ヶ月の出勤停止処分と。1ヶ月の停職かな、出勤停止の停職処分を受けたんです。ただね、この公益通報者保護法っていうのがあるので、いきなりクビにするとかっていうのは実はできないんですよ。立花に NHK の内部の情報を回してるということを、
バレたとしてもいきなりクビにはできないんですね。もちろん、クビどころかですね、戦いに入ります。弁護士がついてですね、懲戒処分が不当だろうということで弁護士が間に入ります。で、仮に弁護士が入ったこんな法律があってもですね、当てにならんと、まあ、心配だという方も当然ね、私のスパイの中には何かいると思いますが、まあまあ、ただね、僕に情報を回している時点でもう、NHK にバレるのはある程度は覚悟していただいているとは思っているんですが、 NHK から国民を守る党の規約を見ていただきたいんですね。 NHK から国民を守る党のここの第2条の 5項ですね。強い正義感と責任感から内部告発をした者及び内部告発をしようとする者や、同じく内部告発に関わることによって精神疾患となった者が、その正義感や責任感が正当に評価され、その評価に相応し職場環境での労働が実現するために最大限の援助をすること、書いてあるでしょう。こんなん普通の政党には書いてないです、この強い正義感。これはね、僕はこの NHK から国民を守る党を作った時に、最初に戦国38個と一色正人さん、中国漁船がねぶつかってきた、あの映像をですね YouTube でアップロードされた一色正人さんに、まあ党の副代表になっていただけないかというお話をさせていただきました。で、彼もね内部告発をして、海上保安官を、まあ、実質上のクビになりました。で、私も NHK の内部告発をしたために NHK をクビになったと。で、その後の仕事がですね、なかなか見つからないと。僕の場合はパチプロという形でなんとか乗り切っていますし、一色正人さんもまあね、いろんな方が仕事を紹介されて、今普通にサラリーマンをされていると聞いておりますけども、これからね、内部告発ってすんごい大事なんですよ。それはもう、例えば葛飾区の職員になって当然必要だし、葛飾区と取引しているその業者の社員さんとか、不正っていうのは内部の人が情報を出してくれないと見つけられないんですね。不正、内部告発って非常に大事で、この公益通報者保護法っていうのも内部告発をまあ促進するためにできている法律なんですね。内部告発によって、企業の不正が明らかになるってことはよくあるんですね。ですから今私、まあ、スパイって言ってますけど、これちょっと、まあ、忍者とかスパイとか忍びの者とか、まあ、いろんな言い方しますけども、 NHK にもうバレてると思ってください。で、バレてても NHK は言えないんですよ。立花に情報を渡してるだろうなんて言ってしまった時点で、もうその時点でスパイのあなたは NHK に対して背中を向けることになります。で、僕が全力でお守りさせていただきます。それだけのことが言えるだけの今収入が確保できるようになり、もし NHK に対してスパイがバレたとしても、党の方でしっかりと選挙に立候補していただくのもそうですけども、事務作業とかこれからお仕事をですね、回すことっていうか、お仕事をしていただける環境が提供できるようになっていますから、そこは心配しないようにしていただきたいと思います。ただ、できるだけ長く NHK の情報を僕にいただくことが非常に大事なことなので、あえて自分の方からまあ何かすることはないんですけど、とにかく覚えておいてほしいのは、あなたの上司からね、立花に情報を渡してるんじゃないか、内部情報を外部に漏らしてるんじゃないかと、このようなことを言われたら、もうその場で黙って黙秘してください。何も言わないようにしてください。で、直ちに僕に電話ください。すぐに弁護士をですね、伺わせるというか、弁護士に委任をいただいて代理人を立てますから。で、お仕事の方はもしね、給料が入ってこなくなれば、給料と同額以上のものを保証させていただきますので、よろしくお願いいたします。このような動画が作れるようになってきました。皆さんがね、 YouTube 見ていただけること、そしてね、選挙で NHK から国民を守る党の候補者に投票いただくことでですね、このように NHK の内部の人間をスパイにすることができております。これからもね、今悩んでる NHK の職員の方、また関係者の方、いつでもスパイね、お待ちしております。ただもう、あまりにも多くなってきたらスパイはもういらないってなりますから、まだ間に合います。NHK の内部の方で立花に情報を提供したいんだと
おこういう方はですね、お待ちしております。もし NHK にバレたとしても選挙で当選するまで立候補していただくか、 NHK から国民を守る党や立花がしてる放送局の社員や職員になって働いていただきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。 NHK をでっかす。